すみません、ゆいのとうとの競技の方なんですけれども、はい、名古屋で石原さんとお会いされて、まあ、ちょっといろいろ報道があるのでもう一度整理したいんですけども、市長の方で自主憲法の制定という文言で江田さんともう一度協議をされるということでいいですか？もう昨日電話で相当激しく議論しましたけども、なかなかゆいのとうもそれは受け入れられないということなので、あとはもう国会議員に任せます。ただ、僕は次回の執行役員会議では憲法改正手続きに伴う自主憲法の制定、まあ、これで維新も由衣も僕はここは痛み分けだと思ってますよね。ここでもう白黒全部つけて、やれ分裂だどうのこうのってことをやらずに、きちんと個別の議論をやっていけば一致するんですから。だから今日報道でも松井知事がね、昨日ですか、言ってた通り、まあもう自主憲法の制定っていう言葉にこだわるかどうかっていうのは、僕は国会議員の感覚にはついていけません。国民にとっては維新と由衣が自主憲法の制定という言葉にこだわるかどうかなんて、国民の皆さん何にも関心ないと思います。もう本当にあとは国会議員の、まあ、それぞれの主観的なものだと思ってますけど、だって憲法を変えるってことが一致してるんですから、憲法を変えるってことは。ただその変えるっていう意味をね、自主憲法の制定という言葉を使うのかどうなのかということで、もうここまで熱くなってしまう感覚は僕には理解できないので、ただ石原代表ともいろいろ話をしましたけれども、自衛権のところは集団的自衛権というまたこの言葉にこだわらなくて も中身がきちっとできればいいじゃないですかということで納得してもらいましたし、ね、で原発のところは原発のところで由衣の党が表現の仕方についてほぼ方向性一緒なんでね、で表現の仕方についてもここは由衣の党が納得してくれたところがあるし、まあ、あとは憲法のところはもう自主憲法の制定という言葉にこだわるかどうかというところでね、大きな国全体のその野党再編というところが止まってもいいんだっていうんだったら、その国会議員のそういう体質というかもうそういうことなので、まあ、あとは国会議員にもうやってくれっていう言うつもりです。もうここまで僕は調整できるところまでギリギリやって、で維新の会も由衣の党と合流する、いや合流できない、いろんなその話がある中で、まあ、次の執行役員会議では、まあ、こちらがまとめた合意案、もう中身はもう由衣の党と全く一緒です、考え方は。でこの合意案がまとまれば新党協議会に移るというところまでもきちっと決めたので、もう僕の役割は、まあ、ある意味ここが精一杯のところで、あとは国会議員のメンツを取るのか、それとも国のことを考えるのか、それこそ国会議員に判断してもらいたいですけどね。一方で石原さんご自身は自主憲法の制定という言葉にこだわりを持たれている。そうですね。そういう意味では先ほど国会議員の方のいろんなこだわりについては石原さんに対しても思いは一緒ですか？そうです。だからもうそんな自主憲法の制定という言葉に対するこだわりと、国のためにきちっとした野党を作るということ、どっちが重要なのかということです。憲法を変えることにはもう間違いありません。これは由衣の党とも維新の会も一致してるんですから、その憲法を変えるということをその表現の仕方に自主憲法の制定という言葉を入れるのか入れないのか、由衣は絶対入れるなと、維新の会の方は入れるんだと、今のこの段階では僕は両方言葉の問題なんだから、そこで僕が考えたのは憲法改正手続きを踏まえて自主憲法なんで、こんなの自主憲法という概念からすればおかしいんですよ。自主憲法というのは自ら憲法制定会議を一から作って作ることなんでね。だからもう憲法改正手続きを踏まえた自主憲法なんていうのは、維新と由衣の党だけにしか通用しないようなそんな言葉の問題なんだけれども、まあ、それですら折り合いつかないというんだったら、もうあとはもう他にやってもらうしかないですね。国のことを考えるのか、そんな言葉のね、国民からすればどちらでもいいような言葉についてこだわり続けて野党再編というものを止めてしまうのか、もうそこだと思ってます。憲法を変えるというところではもう完全に一致してますので、ね、その変えるということをなんで憲法を変えるというふうに言えないのか、ね、憲法を変えるというのを言えばいいと思う。